ポンチです。今日はめちゃくちゃいいトリックとあの話題のデックレビューでございます。お楽しみください。実演混ぜまーす。混ぜということで一枚選んでいただきたいんですけれども、こうやって選ばせるとね、引かされたっていう人いるんですよ。で、心を決めてくださいって言ってもね、ハートの7、ハートの3、スペードのエース、大体ねこの辺りが選ばれちゃうので、何にも影響を受けずに1枚の方を選んでいただきたいです。ではですね、多すぎても少なすぎてもまあいいんですけれども、ちょっとややこしくなってしまいますので、10から20の間でいきましょう。10から20の間で一つ心にね数字決めてください。 OK ですか？そしたら私後ろ向いてますので、耳もねなるべく塞いでますけれども、まあゆっくりね、その思った枚数分、10枚なら10枚こうやって重ねてね配っていってください。それではお願いします。私後ろ向いてます。配れました。そしたら配った山の一番上のカードを見て覚えてください。これで何にも影響を受けずに1枚のカードを覚えることができましたね。そしたら戻していただいて、手に持っている残りのデックを上に重ねちゃいましょう。これで分かんないですね。で、しっかり揃えてください。ズレ具合でね、分かっちゃうといけないんで、しっかり揃えていただいたら、振り向きますよ。OK。はい、ありがとうございます。そしたらですね、混ぜまーす。今、1枚のカードが、心決められている状態ですね。指先の感覚でね、出てきます。この中の、まあ、どこかにはある状態ですね。真ん中らへん、この辺かな。多分うまくいったと思います。1枚ずつ今から数えていただきたいんですけれども、まあ初めて聞きますね。数字も知らないですよね。ちなみに、配った数字は何枚でした？13枚。今日渡しますので、これ13枚だったら、まあまあ不思議ですよね。配ってみてください。数えながら。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13枚です。そして、あなたの覚えた方は何ですか？クラブのエース。見てみてください。こちらがクラブのエースです。はい、では解説していきます。お客様の配った枚数を当てて、なおかつその枚数目から選んだカードを出現させるというマジックです。一組のデックを用意してください。それと1枚のカードにクリンプをかけておきます。通常の1箇所のクリンプをこのようにかけてもいいですし、今回はブリザークリンプをかけてます。で、ブリザークリンプのかけ方もフェイスアップ面がこんな感じでもっこりするようにかけてます。詳しくは下の動画ご覧ください。こうやってヒューヒューってやって、ヒュッヒュって X の字にクリンプをかけます。あまりにも極端にやりすぎなければ、まあ、デックのトップにあってもそこまで問題はありません。お好みのクリンプをかけたカードをデックのボトムもしくはトップにセットしておきます。実演ではボトムにある状態です。ボトムにある状態でミルクビルドシャッフルを行って、ボトムのカードはそのままになるようにオーバーハンドシャッフルを行います。乳搾りシャッフルですね。そしたらクリンプカードがボトムにある状態で演技を進めていきます。もしこのクリンプカードがトップにある状態だと、一度デモンストレーションを行うことができます。ただブリザークリンプだったらまあ大丈夫だと思いますが、そのクリンプがついたカードをトップに持っていくとちょっと嫌な感じするので、そのあたりはお好みでやってください。デモンストレーションの方法は他にも考えられると思います。クリンプカードがトップにある場合はこのようなことができます。お客様は10から20の間で好きな数字を心に決めてくださいって言います。例えば心に決めた数字が10枚だったら10枚こんな感じで配ってほしいですね。例えばまあ5枚はないですけど、5枚配った場合はこう5枚配ります。で、止めたところのカードこれ見て覚えてください。で、元に戻してこの残りのカード重ねて、ズレが分からないしっかり揃えて、このような説明を入れることができます。そうするとこれでボトムに自動的にコントロールされます。実演ではここは端折ってます。別にこのようなデモンストレーションなくてもマジックやり慣れてる方だったら問題ないかと思います。ボトムにある状態で何をするかというと、デックをお客様に渡します。演者は後ろ向いて耳を塞ぎます。じゃあ10から20の間で好きな枚数配ってってくださいって言います。ここは本当に何枚でも構わないんですが、少なすぎるとリアクションが薄くなりますし、多すぎるとただただ演技がだれます。なので10から20ぐらいの間がちょうどいいかと思います。お客様に渡したら、お客様は例えば今回1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11枚配ったとします。で、配ったらその配ったところの最後のカード見て覚えてくださいって言います。このように選ばせるために実演のようなセリフを入れるのも効果的だと思います。今回はダイヤのジャックが選ばれました。そしたら裏向きにしてそのまま戻してくださいって言います。で、残りのデックを上に重ねてくださいって言います。クリンプされたカードがこのように重なります。じゃあしっかり揃えてって言います。こうなったら演者は表を向きます。この状態で下付近が混ざらなければどのようなシャッフルでも構
構いません。普通のこのようなフォールスカットと入れてもいいと思います。実演のフォールシャッフルは一応プルスルーを使用してます。何でもいいのでシャッフルしてください。上の方は普通に混ぜても全く問題はありません。で、この状態でどうするかというと、綺麗なトランプだったらパッと見た時にどこに割れ目がね、あるかわかります。大体の目星をつけといて、こうやってパッと広げると、大体クリップのところで持ち上がります。今回はミスを防ぐために一度持ち上げて、このキーカードを確認して元に戻してブレイクを取ります。これやらなくてもクリップのところを持ち上げてブレイクを取って問題ないんですが、もしかしたらここずれる場合もあります。ミスをしないためにもこうやって改めてます。この中のどこかにありますよねと言ってクリンプを確認したらそこでブレイクを取って、他のところも適当に広げて、まあ、この中のどこかにはありますと言います。お好きな方法でブレイクを取ってください。枚数の大体の目星ついてるのでどんなクリンプでも構わないと思いますが、普通の1箇所曲がってるクリンプの方がもしかしたら持ち上げやすいかとは思います。そしたらこのブレイクが保たれてる状態でどうするかというと、このブレイクを右手親指に移します。そしたら3分の1ほどパクワッと開いて左手に渡します。渡したらブレイクの下のカードをこう前にアウトジョグさせた状態で置いて、上のカードをこうずらします。このようにしてなんとなく真ん中付近から取ったように見せます。通常の速度でやるとブレイクが保たれた状態で親指に移します。中ほどからこのように取り出したように見せます。実際はボトム付近にあったカードです。そしたら今お客様が選んだカードはトップにある状態ですので、これはボトムにコントロールする必要があります。セリフにもよりますが、お客様は今実際何したかよく分かってません。このように真ん中から数枚取り出して、では今から1枚ずつ数えてほしいんですけれどもと言って2枚ぐらい取ってリバースカウントします。これを下に付け加えます。これを喋りながらさりげなく行います。お客様の意識にはっきり残らないようにさりげなく行ってください。例えば今から1枚ずつ数えてほしいんですけれども、僕数字知りませんよねとか質問することによってこちらの動きを忘れさせることもできます。で、今回は11でしたので11と言います。じゃあこれ配ってみてください。11枚だったらちょっと不思議ですよねと言います。で、実際に配ると1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11枚です。そして覚えたカードなんですかと聞いて、じゃあこちらのカード見てください。でもさらにすごいのは11枚目のカードを見てみてください。お客様の選んだカードです。まあ、どんな感じのセリフ回しも問題ありません。ブリザークリンプじゃなければ一応ボトムのカードだけチラッと見といて、このようにプルダウンする感じでクリンプをかければ即席で行うこともできます。即レパートリーに入れられそうなめちゃくちゃいいトリックだと思います。ぜひやってみてください。キュキュキュのデックレビューというわけで、このコーナーですね、世の中に存在するたくさんのトランプを買い占め、一体どのトランプが一番使いやすいのかを決めようじゃないかのコーナーでございます。今回はですね、少し前に話題となりましたバイシクルシュプリームライン、これ多分シュプリームラインって読むんですけれども、の赤青のデックでございます。おそらくラインナップは赤青だけだと思うんですけれども、こちらのデックカラクリドールさんのお弟子さんのチャラさんという方にねいただきました。ありがとうございます。それではこちらを開けてね、どんな感じか見ていきたいと思います。シールないのね、いい感じですね。まああのシールを開ける快感もね、まあ幸せなひとときっちゃ幸せなひとときなんですけれども、まあなきゃない方がねいいです。それでは開けていきましょう。噂によるとね、めっちゃ薄いらしいんですよね。エリートエディションってやつがねかなり薄いんですけれども、それよりははるかに薄くて、まあ使いやすいらしいです。でお値段はね、大体あのその辺のラインナップと一緒ぐらいで800円から600円、まあ安いところで500円台あるかな、まあそのくらいで買えるんじゃないかなと思います。ちょっとね、普通のバイシクルよりは高めになってます。もうね、見た感じ薄いんですよ。わかりますかね、これ。なんか箱がもうグラグラで、ちょっと折り目ついちゃうぐらい、なんかね、それ注意書き、ショップの注意書きにもあったんですけども、薄いんでこう潰れた時に、もう折り目がね、まあ伝わりづらいと思いますけれども、こう折り目ついちゃうってことですね。で、開けていきましょう。あ、ジョーカーこれ、あのカラフルタイプのものですね。あ、ブランクフェイスカードがついております。普通のデザインですね。ジョーカー、おー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 おお、こういうのまあこじゃれてていいですね。はい、うん、プレゼントにもいいかもしれません。で、ダブルバックカード、おジョーカーは1枚だけということですかね。はあ、なるほど。まあちょっと面白い組み合わせでございます。それではですね、僕いつもジョーカー入れないので、まあこれでいいですね。使えそうですね。ジョーカー除いて、ブラックフェイスを除いて、これで多分52枚ですね。あー薄いですね。薄いけどなんか柔らかいっていう感じよりはしっかりとしたね、コシがあります。多分これ薄いんで、まあ、パスとかわかんないけど、パスとかの技法がやりやすいんじゃないかなと思われます。ペラッペラなのかなと思いきや、しっかりとした弾力がありつつも薄いんで、これはめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。ただね、これ今開けたてじゃないですか。やっぱりちょっと使ってみて持ちっていうのは確認してないので、そこはちょっとご了承ください。うん、やりやすいですね。めっ
ちゃ使いやすいし、これ薄くてこの薄さで52枚だったら本当にコード技法スラスラできちゃうんじゃないかなと思います。ただね、これで慣れちゃうと借りたデックでなんかやるときにちょっと難しそうですね。これはねめちゃくちゃいいんじゃないですか。まあ、値段だけちょっと高いですね。フェローシャッフルもまあ問題なくね、余裕で入りますね。まあ、滑りはもちろん問題ないし、音感もわからんすかね、しっかりとした弾力があるんですね。で、だいぶ前にね、エリートエディションもレビューしたんですよ。エリートエディションも薄いですけれども、持ちがね、すぐ悪くなったんですよ。薄い分、僕手汗かきやすいんで、結構すぐね、ダメになっちゃうんじゃないかなとも思うんですけれども、そのあたりはまあ個人差もありますし、ちょっと使ってみないとわからないので、今ちょっとここでは何とも言えないんですけれども、まあツイッターとかでね、もしちょっとこれ持ち悪かったとかあったら、まあツイッターで書きますので、そちらも確認してみてください。あとあれだ、ディール系がめちゃくちゃやりやすいんじゃないかなと思います。ボトムディールなんかやっぱ薄い方がやりやすいんで、ボトムディールとかやる人にとってはめちゃくちゃいいデックなんじゃないかなと思います。で、さっきのハートの10のギャフカード使い道いろいろあると思うんですけれども、例えばハートの10をコスコスしてあげるとこれで左寄りになるみたいなね。まあそのあたりは自分で考えてください。今使っているゴールドスタンダードはめちゃくちゃ持ちがいいので、そこと比べてみてどっちがいいかなっていう感じでございます。というわけで今回は話題のバイシクルシュプリームラインのレビューでございました。参考になればと思います。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。指先のテクニック、そこまでなくても指先のテクニックめちゃめちゃあるように見せかけることはできると思います。毎日8時にプロのマジックをレクチャーします。こちらからチャンネル登録、その他の動画を見ていてください。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。